はい、えー、皆さんこんにちは、えー、お久しぶりです7階きのこセンターの渡辺です、えー、今回はですねきのこの解説動画の、えー、第4弾として、えー、キクラゲについてお話ししていきたいと思います、えー、タイトルは「意外と知らない」 食卓に並ぶキクラゲの秘密とということでですね、えー、まあ食卓にねそんなに頻繁に並ぶキノコではないと思うんですけれども、えー、さて、えー、中華料理にもですねよく使われている、えー、コリコリとしたですね食感がとても美味しいきくらげなんですけれども、えー、皆さんこちらきくらげと聞いて、えー、最初に何を思いますかね多くの方がですね「きくらげってキノコなの?」ってそう思ったんじゃないでしょうか えー、私自身ですね、えー、キノコに携わる仕事をしていて、まあ、その、よく聞くんですよ。キクラゲってキノコだったのね。確かにね、キノコといえば、まあ、シイタとかしめじのようなですね、えー、まあ、いかにもな形のものや、マイタケや、えー、まあ、タモギタケなんかですね、あの、ほにゃららタケ、タケって名前の付くものを、えー、想像するかと思うんですけれども、えー、でもですね、キクラゲも劣気とした、えー、キノコなんですで。ちなみにですね、 キクラゲはですね、えー、漢字で書くと「えー木まあ、木ですねウッド」ですよね「木の耳と書きます「で木にね耳がついているように見えるからなんでしょうね、えーでまあ、ちなみにですね呼び方は方言によってさまざまありまして、まあ、沖縄では「耳食グイ」とかですね奄美,大島奄美大島では「ミングリ」とかですね、えーまあ、耳に関連した呼び名が多いようです でまあ、現在、日本国内で,です、ね、食用とされているキクラゲ、まあ、こちらはです、ね、大きく分けて、まあ、3種類、えー、あります。スーパーなんかで、ね、売っているキクラゲ、大きく分けて3種類あります。えーまあ、1点目が本キクラゲ、ね、で 2, 2点目が荒毛、えー、キクラゲで、3点目が白キクラゲ、まあ、この3種類が、えー、主になりますね。 で3種類の名前から、ねえー、察するに、ね、皆様が普段食べているキク、えー、コリコリとした、ね、キクラゲといえば本キクラゲと思いがちなんですけれども、えー、実は違いまして、えー、現在です、ね、日本に流通しているキクラゲの、えー、大部分がアラゲキクラゲというキクラゲなんですね荒木、まあ、漢字で書くと荒、まあ、い荒ぶってるの荒い荒い毛毛、まあ、毛ですねアラゲキクラゲと書きます でまあ、その名の通りですり、ね、表面に細かい毛がぶわっといっぱい生えてるんですねで、えー、本キクラゲに比べてですね、まあ、コリコリとした、えー、強い歯ごたえこれが特徴になりますでちなみにです、ねえー、本キクラゲはプルプルとした、えー、食感の方が強いですもともと日本国内における、まあ、キクラゲの供給なんですけれどもその大半が、えー、中国からの輸入に頼っていました ですが、ここ10年ほどでですね、えーまあ、日本産のキクラゲ、えー、これもかなり大きく増えました。で、まあ私どものですね、奈良海キノコセンターでも、まあ、数年前から、えー、栽培及び販売を始めたアラゲキクラゲなんですけれども、ただね、まだあの国内産の割合っていうのはね、全体の,あのシェアの5%ぐらいでしかなくてですね、まあこれからもっともっと、えー、日本産のアラゲキクラゲ、まあ、生産者も含めですね、増えてって、 えー、くれるものかと思いますでまあ価格で価格の面で言うとねまあ中国産のきくらげの方がまあ,あのスーパーなんかで並んでたりねそういうのだとまあちょっと安いのでうんまあ価格っていう意味でもまあこれからのねあのシェアの一つの課題に、えー、なっていくものかと思いますでまあ ちなみになんですけれども、えー、3種類のうちの、えー、もう1個、えー、白きくらげなんですけれども、えー、私、こちらまだ食べたことがないのでですね、まあ、いつかですね、えー、まあ、通販なんかでちょっと購入してですね、えー、実際に食べてみて、えー、まあ、こんな味だったよって紹介できたら、えー、いいかなぁと思っております。はい。と、えー、といったところでまあ 非常に簡単ではありますけれども、えー、きくらげの、えー、紹介解説の方を、えー、解説動画を終わらせていただきますはい、えー、きのこの解説動画ですねこちら4回にわたって、えー、紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかまたですね、えー、近いうちにいろんなキノコ紹介できるようにまあ自分のところで作ってるキノコ以外のね、えー、いろんなキノコも、えー、紹介できるように いろんな動画作っていきたいと思いますので、えー、今後ともどうぞよろしくお願いします。えー、以上になります。ご清聴ありがとうございました。